こんにちは。今回は数の性質の問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。3桁の整数 A の各位の数字を逆順に並べ、逆順に並べるっていうのは、例えば357、こういう数があったとき、数字の並び、上の位から順番に357ですね。これを753、こういうふうに並びを逆にすること、こういうふうにして数 B を作りました。この時 B は A より198大きく、 A を5で割ると3余り、 B ですね、これを9で割ると5余りました。このような整数 A のうち最大のものですね、最も大きいものはいくつですか、こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。問題の解説をする前に、まずはこの条件、 B を9で割ると5余る、この条件について説明しておきます。この条件考えるためには9の倍数判定法、こういうのを知っておかないといけないんですけれども、9の倍数判定法ってのはどういうのかっていうと、実際にある数9で割らなくても、それが9の倍数かどうか簡単な計算でわかりますよ。これが9の倍数判定法なんですけれども、具体的には各位の数の和、これが9の倍数になれば9の倍数ですよ。例えば567、こういう数があったとします。5+6+7、これ18ですよね。18っていうのは9で割るととうとう割り切れます。だから567っていうのは、これは9の倍数ですよ。これが9の倍数判定法なんですけれども、これ自体もっと大きい桁ですよね。7桁8桁何桁であってもこれ成り立ちます。これを小学生はちょっと難しいですけれども、あまりについても考えたいんで、簡単に説明だけしておきます。今3桁の数に限定して、3桁の数 ABC、こういうものがあったとします。普通にこういうふうに数を並べただけでは3桁の数、こういうのはわからないですよね。例えば実際の数字を書いて、これ345っていうふうに読んだら3桁の数です。345っていうふうに読んでしまうと、ただ単に数字を並べただけのものになってしまいますね。これも ABC って書いただけだったら単に数字を並べたもの。数学だったらもう掛け算になってしまいます。これを3桁の数っていうふうに言うためには、A100、B10、C、こういうふうに読まないといけないですね。もちろん、このままでは、どこにも100がないですから、A×100、足す B×10、足す C ですね。こうすることによって、この A ですね。これは100の位の数字。これは10の位の数字、1の位の数字。こういうふうに考えることができます。じゃあ、これを9で割ったとき、余りがいくつになるかっていうのを考えていきます。そのためには、この100っていう数ですね。100は9で割ると、11、余り1です。100自体は9で割ったら1余る数ですし、10も9で割ったら1余る数になってます。これっていうのは、9が11個とあと1個っていうことですね。だから A×100 っていうのを99、足す1、こういうふうに書きます。B×10、この10に関しても、9で割れる部分と割り切れなくて余る部分、こういうふうに分けます。じゃあこの数ですね、今カッコつけて書いてありますけれども、 A×99、 これと B×9 ですね。残りの数 A×1、 B×1、 それと C ですね。この数自体がこういうふうに表すことができます。じゃあこれを9で割ったとき、割り切れるかだけじゃなくて、いくつ余るか、これ考えるときに、これを9で割るのと、この数自体ですね、これちょっと式を変形していってるだけです。これを9で割るのと全く同じことですね。だからこれを9で割ったときの余りと、これを9で割ったときの余り一緒になります。ということは、この部分ですね、この部分は9で割ると9の倍数、9の倍数だから絶対に割り切れます。残った数ですね、ここ自体、これを9で割った時に割り切れたら当然元の数も割り切れます。ここが1余るんだったら元の数ですね。これも9で割ったら1余ります。この問題では B、これを9で割ると5余るって書いてあります。これを9で割ると5余るんだったら当然これも9で割ったら5余りますよね。A 足す B 足す C が9で割ったら5余る数。5、もしくは14、もしくは23。これ以上大きい数は考えられないですよね。A 足す B 足す C、最大でも999の27だから、この3つのうちのどれか、こういうふうに分かりますよ。これがこの条件です。それを踏まえた上で、じゃあ問題解いていきますね。じゃあまずは3桁の整数 A ですね。
これをあいうとします。これもさっきと同じようにあかける100たすいかける10たすうかける1、こういうふうに表してもいいんですけれども、今調べるのは B は A より198大きく、これだけなんでこの形で書いておきます。逆順に並べ替えた B っていうのはういあですね。ここからこれを引いたら198になった。さあ、この引き算見てなんですけれども、1の位見ましょう。あーからう引いたらこれの1の位が8になっています。これっていうのはうですよね。うはあーより大きい数です。ということはこれ引き算して1の位が8って言ったんですけれども、単に引いたんじゃなくてこっちの方が大きいんだから、これ絶対繰り下がり、1繰り下がってます。ここは同じ数なんだから、ここで繰り下がりがあるんだったらここも繰り下がりがありますね。ということはこの引き算を見るだけで、うーからあを引いた数、ここでは1って書いてありますけれども繰り下がりがあるんですよね。ということはう引くあですね、これは2って分かります。この段階ではうーとあの差が2ですよね。1、3、2、4、3、5、いろいろ考えられます。そこで次の条件ですね、 A を5で割ると3余った、5で割った時の条件ですね。1の位だけ見てあげたらいいです。1の位が0か5ですね。何十とか何十五。こういう数だったら5で割ったら割り切れます。じゃあ5で割って3余る数ですね。これどういう数かっていうと、1の位が、3もしくは8ですね。こういう数だったら5で割ったら3余ります。A っていうのは元の数、あいうと置いたんだから、このうですね。このうが3か8。こういうふうに分かりますよね。ということは、ここが3の場合、う引くあが2なんで、あは1。ここが8の場合、う引くあが2なんで、あは6になります。もうだいぶ近づいてきました。あーとうーの候補が分かったんで、元の数ですね。これは193、もしくは678です。さあ、ここで最後の条件ですね。B を9で割ると5余る。これどういう条件だったかっていうと、各位の数ですね。これとこれとこれ。これ足したものですね。これが9で割ると5余る数です。もちろん、う足すい足すあも、あ足すい足すうも一緒ですよね。この3つの数、あ足すい足すう、これが9で割ると5余る数なんで、これが5、もしくは14、もしくは23、こういう数でしたよね。じゃあ、これが1、3、これが4の場合、ここに入れることができるのは14ダメですよね。10を入れないといけないことになりますから、ここに入れていいのは1桁の数。っていうことは、ここに入る数。この場合は1ですね。じゃあ、こっちの場合、6と8足して14ですよね。ここに入れていい数は、これを見てあげると0です。ここを見ると9です。ここに入るのは0、もしくは9を入れた場合、698。さあ、求める数、一番大きい数ですね。最大の数はいくつですかっていうことで、698。こういうふうに答えてくれたら大丈夫ですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。